でもこっからでしょ。あ、そうか、楽しい話は。そうね、面白い話になってくるわけですよね。これ3つ目のこれですね。これはたっぷりとお聞きしたいですよね。どんなもん、ここまで100億までの頂上から。まあ簡単に説明するとですね、はい、ローバーっていう会社が英国で倒産しまして、はい、という時はそのローバーが飛んだ時に相当ローバーを抱えてたってことですか。もう仕入れてたってことですか。大平原にずらりと並べたくらい持ってますからね。じゃあ倒産した会社のローバー車がブワーッと在庫であって、そうです、それが全然売れなくなったってことですか。まあ、ゴミに近いです。うわローバー車から何か連絡があったんですか。喜びすぎですよそれ。もちろんそこで我々再建策を立てるんですね、はい。まあ、ところがですね、まあ、金融機関の方が来てですね、はい、ちょっと今お金を貸してるんですけど、それをこう返せとは、まあ南原さんとのお付き合いもあって言えないんですけども、うん、月々の返済はちゃんとしてくださいねと。ほう。そうすると我々、まあ、30億円のお金を借りてますから、うん、全部の、まあ、金融機関に返済になってくるんで、うん、毎月1億キャッシュフローが悪くなる。そうするとどんだけ頑張ってもその銀行の返済で詰まっちゃうわけです。でそれを回避するためにはと考えたらですね、まあ、全部の資産を売却しようと、はあ、自社ビル、はい、田園調布のショールーム、はい、でそれから持ってる子会社、はい、まあ、それで従業員263人に解雇予告を出してですね、うん、それはきつい体験でしたね。それはね、なかなか、まあ、全員に挨拶するんですけど、ちょっと涙が出てですね、人生初のこうおえつで言葉が喋れないっていう経験をさせてもらいましたね。みんなとこう別れるっていうのがものすごい、なるほど、もう感情的に高ぶっちゃって、そんなみんなの前でおえつしてないで、その後逆転劇をしていくわけですか。まあ、その後ですね、配線処理に近いようなことをやってまして、うん、でまあ銀行さんにこれ売れましたからあのお金払いますから抵当権を抜いてください、それで返済に当てますからよろしくお願いします、うん、まあ、そんなことをぐるぐるやりながらですね、計画でいうと30億のうちの27億ぐらいは払えるだろうと。でも最後の3億どうするんだと、うん、まあ、幸いですね、最後の3億ちょっと、まあ、稼ぐことができてですね、うん、どうやって稼いだんですか。え、どうやって稼ぐ。3億ですよ。3億ってなかなか簡単なんです。簡単、3億って簡単ですか。簡単です。ちょっと教えていただけますか、分かりやすく。一件はですね、あの結構大型の M&A 案件の仲介しました。うーん、まあ、世の中で50億とか100億とかっていう M&A をやるとですね、手数料 5% ぐらい。 5% か、それで3億なりになるわけだ。なるんです。なるほど、なるほど。でもう一件はあの不動産取引をしました。うん、それは割にこう単なる仲介っていうんじゃなくてですね、まあ一応こういろんなスキームを組んでデベロッパーと組んでですね、それを全部組み立てて、まあ一丁上がりってやるとですね、まあその2つの仕事で3億5000万稼いでですね。なるほど。聞いてる限り全然簡単そうじゃない。なんか一つもピンとこなかったですね。それで 3.5 億を上積みしてちゃんと綺麗にすることがおよそ2年ぐらいでできたんですか。そうですね、およそ2年ぐらいで。そうなるとここからはさあ復活団になるわけですか。いや、五反田の駅のですね、求人情報誌を手に取って就職して。嘘でしょ、本当ですか。いや、これ本当の話なんで。それ3億5千万稼いで後ですか。そうです、そうです。もう一発やればいいじゃないですか。M&A をもう一個。いや、疲れたんです。疲れた。相当疲れました。すごい疲れた。え、南原さんでも疲れるんですか、そのビジネスやってて。そうそう、精神的に。でね、ちょっとゆっくりしたいと。ゆっくりしたいって五反田で求人誌見せたんですか。その時に、うん、バスの運転手やろ。あ、車が好きだから。面白い。やっぱ車好きなんですね。かなり真剣なんです。バスは電話もしたんです、はあ、一応年齢こうですし、大型免許も持ってます。頑張って働きますから。もともと100億稼いでましたから。それは言わなかった。ぜひ一度面接されてくれ、ね、させてくれと。そしたらですね、もう一周されまして、そこに年齢条件書いてあるでしょと、はあ、あんたこの字読めないのって言われて、うわ、いや字は読めますけどって言って、
いやもう食い下がる術もなくですね、六本木ヒルズのですね、はい、公園で寝てたんですね、ある時。それは夜のやつなんですか？ありますね。夜ですね。テレビ朝日のところのあれですよね。毛利庭園じゃない。報道ステーションのお天気中継とかやってるんですよね。あそこで。あそこでですね、寝たらですね、守衛が来て、はい、いやいや、あのお宅様、ここからちょっと出てってもらえませんかって言うんです。僕は天下御免の公園で寝てて何が悪いんだって言ったらですね、守衛、うん、はい、がニヤッと笑って勝ち誇ったように、ここは森ビルの私有地ですから、うん、すぐに出てってください。言ったね、守衛さん。いい仕事しましたよ。喜びすぎです、喜びすぎです。これはもうちょっと頑張って仕事しようと、うん、で金もないしと、何からやろうかなって言って、昔あのメーテックっていう会社があってですね、フサイチコンコルドのオーナーさん、そうですね、僕も競馬実況やってたので分かります。あの会社はですね、実を言うと1988年頃倒産しそうだったんですね、うん、でそんな頃にですね、まあ、関口さんと知り合って、まあ、簡単に言うと、そんな会社案内に保養所海の家なんて何億円もかけて載せてる場合じゃないでしょと、うん、こうチョキチョキって切って、フェラーリテスタロッサの新車がレンタカーで乗れますよ、うちの会社いつでもみんなに貸してあげますよって書いたら、それは技術系の大学出た人はいっぱい来るでしょうと、うん、で、まあ、1台買うのにいくらだ、2000万、うん、安いでしょうと。だって当時求人広告出すのに1人採用するのに1000万かかるとかって言ってた時代なんですよ。すいません、50秒ぐらい前からちょっと話が分からない。でそれで2000人採用してですね、メテク経常利益20億出してですね、東証一部に出たと、うん、まあ立役者なんですよ、うん、本当に、うん、これは関口さんに聞いてもらってもいいんですけど、で、まあ、そんな経験があったんで、長年やった自動車は金がいるんです、うんうん、なるほど。人材派遣会社って簡単に言うと妊婦出しですよね、人をこう採用して出して、うん、企業からお金をもらって給料払うと、うん、あ、はい、そうですね、これを始めたんです。人材派遣会社を始めたんですか？で、まあ、友達の会社がリストラするっていうんで、そこを貸してくれって言ったんですよ。どうせ空気入れてんだからいいだろうって言って、ね、いやとはいえ家賃もらわないかんって言って、もう大丈夫大丈夫、一括で払うから。あ、一括で払ってくれるの？って1年後にまとめて1年後にまとめて一括で払うから。そうそうそう、それを言ったのは後なんですけど、入居した後。要所要所で演技入ってきますね。じゃあそれが軌道に乗ってきたわけですか？あっという間に軌道に乗ってですね。あっという間に軌道に乗る。その秘訣って何かあったんですか？あっという間に軌道乗ります？そういうの乗っちゃったんですね。あっという間に何百人になってですね、あの派遣登録してくれてる方が、まあ、ちょっとですね、ここはインチキなんですけど、マネントラ効果を使いましてですね、うん、おばさまたちを集めたという。これはなるほど。その時にまたマネの虎が生きてきて、そうですね、うん、初めて役に立ったマネの虎が一気に人材派遣会社がうまくいき、そうです、そうです。でそれを売却、買いたいっていう会社が出てですね、うん、まあ、売却しました。どのくらいで売れたんですか、会社は？7000万ぐらいですかね、うん、会社を、7000万が7000万が手に入りましたよ。簡単に7000万とかね、キャッシュで、キャッシュで7000万手に入りましたよ。簡単です、わらしべ長者のようにしただけで。あの出版事業ってあるじゃないですか、今出版不況って言われて結構久しいと思うんですけれども、なぜあえて出版事業に乗り出したんでしょう？例えばですね、うちが、まあ、ワインワットという雑誌を出してるんですが、雑誌だけで単独で儲けようと思っても儲かりませんよと、うんうん、例えて言うとですね、はい、まあ、雑誌があって、その雑誌の扱っている商品をオンライン販売しているところがあるんですね、まるまるダイジェストオンラインとかですね。そうすると、実はとこの雑誌の持つブランド力や中立性や取材力や、もちろん雑誌というのは突破力もありますから、うん、そういったものを利用して e コマースを立ち上げている、うん、でその e コマースは結果的に日本最大のショップになってますよと、うん、僕らの狙いはそこにあるんで、うん、単にその雑誌を出して販売部数の売上広告で売上と広告で儲けようという
ものじゃないんですね。日本の経営者は未来を想像している。長寿企業が世界最多の国、その多くは企業不動産戦略を実践している。財務強化を図るなら区分所有オフィス、ボルテックス。